はい、皆さんこんにちは、クローカルの松田です。今日はですね、JICA 海外協力隊出身で今日本でサラリーマンしていてアフリカの事業を準備されている中澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、中澤さんの出身地と簡単な自己紹介をお伺いしてもよろしいですか。はい、まず私は青森県の八戸市が出身でして、はい、子供の頃はどちらかというとおとなしい寡黙な性格でしたね。あ、そうなんですね、はいはい、その後、まあ、高校までは青森県にいまして、その後大学で宮城県の仙台に出てきました。でそこで大学は4年間卒業して社会人になって普通の事務職ですね、働きまして、でそこを3年半ほど勤めた後に協力隊に応募いたしました、うん、ありがとうございます。で、はい、今は日本でサラリーマンとして働きつつアフリカでやろうとしている事業を準備しているっていう、そうですね、ことなんですよね。はい、ありがとうございます、はい、後ほどいろいろ深掘りしていけたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、早速なんですけれども、はい、青森県出身ってところで、はい、国際協力になぜ中澤さんが興味を持たれたのかなっていうふうにちょっとお聞きしたいんですけど、そうですね、もともと子供の頃によく行ってたイベントがあって、それが何かというと、はい、隣の町にアメリカ軍の基地があってですね、はいはいはい、そこで年に一度航空祭っていうのがあるんですよ、はい、そこが普段は一般の人は入らないんですけども年に一度だけ入れるということで、はい、普通の飛行機の航空ショーなんですけど、はい、行ってたんですね、はい、でそこで海外の人と関われるきっかけがあったのかなと思うのと、はい、あとは子供の頃ですね、うん、なんかみんなとその話し方が違うとか、はい、そういう違うっていうことで、はい、からかわれたりした経験があってですね、はい、そうなんですね、みんなと一緒じゃないとダメみたいな感じがすごくしっくりこなくて、はい、海外将来行ってみたいなっていう漠然とした思いはありましたね、はい、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、いわゆる米軍基地で航空祭があって、はい、実際国際とか行かれた時って、はい、どんな感情で行かれてたんですか。ワクワクしてました。まあ、ワクワクはしますよね、はい、まあ、やっぱり普段見ないような光景があったって感じですかね。一番印象に残ってるのとかってありますか。何ですかね、ハンバーガーを買う時のやり取りですね、はい、そっか、はい、それは日本語でやるわけではないんですよね。必ず、まあ、そうですね、はい、英語とか英語とか身振り手振りで、はい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 、はい、どうでした、ハンバーガー買った時は。あ、買えるんだと思いました。まあ確かに、ねはい、マクドナルドとかで買うのとはちょっとハードル違いますもんね。そうですね、違いますね。そっか、はい、だからそういったところも経験して、まあ、いわゆる海外の人たちとコミュニケーションを取る楽しさっていうところも学んだということですね、はいはい、でそっからじゃあ海外っていうところに興味を持ったと思うんですけど、具体的に海外に自分から行こうと思ったこととか、はい、国際協力に入っていこうみたいなところって何かあったんですか。そうですね、海外に行ってみよう、うん、国際協力やってみようって思ったのは一番は社会人になってからですかね。そうなんですね、じゃあ大学生の時とかは海外に興味があったものの、海外旅行とかあまりまだ行かなかったような感じ。そうですね、あんまり行ってませんでしたね、うんうんうん、唯一行ったのが韓国。あ、ちょっとその話聞きたいんですけど、はい、韓国、はい、普通に飛行機で行かれたんですか。いや、山口県の下関市というところなんですけど、はい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 、そこまで鉄道で行きまして。青森県か。あ、仙台か。その当時は仙台ですね。仙台から山口まで。そうです、なかなか行かないけど、はい、各駅停車乗り放題になる切符があるんで、はい、何時間かかるんですか。何日、まず1日頑張って仙台朝始発で出ると大阪までその日のうちに行くんですよ、はい、そうなんですか、はい、で1日目大阪までで、次の日が大阪から山口まで行けるんですか、はいはいはい、じゃあ1日ちょっとそうですね、そうですね、はい、ちなみにちょっともう少し聞きたいんですけど、はいはいはい、朝仙台何時に出たんですか。当時6時朝6時、あ、もう始発ってことですね。始発の、はい、電車があったんで、で、はい、そっから何回乗り継ぎして大阪に行きました。多分十数回ですね。十数回乗り換えした。覚えてないです、はい、どうやってその時はもう乗り換え案内とかって簡単にやりました、はい、その当時はスマホがなかったので、はい、事前にパソコンのインターネットで印刷したものを持ち歩いてました、はい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 、それ1本乗り遅れたらもう恐ろしいことになりました。そうですね、大丈夫ですか。一応その時のための時刻表は本、はい、買っていったんで。なるほど、まあ、はい、そんな感じで、はい、じゃあもう普通に十数回乗り換えて。そうですね、各駅停車なんて毎回止まりますよね、はい、そうですね、駅に、はい、はいはい、でその後1日半かけて山口県に行きました、はい、まあ、そうですね、
ね、はい、下関から、はい、フェリーが出てるんですよ。お、韓国の釜山っていう都市があるんですけど、ここまで出てるんですよね、フェリーが。あ、それに、はい、船中泊で行きました。船中泊。あ、そうです、はい、それって何泊の旅行なんですか？一泊ですね。夜に出て次の日の朝に着くみたいな、うん、はいはいはい、そんな感じです。あ、夜行バスみたいな。あ、そうそうです、感じの、はい、あ、じゃあ夜出て、はい、向こうの朝着いて、でそこを観光して帰ってくるみたいな。そうですね、はい、安い。あ、飛行機よりかは安かった記憶がありますけど。だから当時どれぐらいだったかって覚えてます？どうでしょうね、間違ってたらごめんなさいですけど、はい、全然あれです。大体なんか 2,3 万ぐらいで行けた気がしますね。安いな。確か。あ、はい、でもパスポートはいるんです。あ、いります。あ、でパスポート持って行きました。釜山着いて、はい、でその後税関とか通る、ね、あ、通りますね、はい、でそこで滞在したのが夕方ぐらいで、そうです、ね、夜中帰ってみたいな。そうそうです。いや、非常に面白いですね。これツアーですか？そのフェリー会社のツアーには申し込んでいったんですよ。初めてだったんで。そうなんですね、はい、実際どうでした？初めての海外。それが初海外だったんで、はい、全然常識違うんだなって思いましたね、いろんな、はい、場面で。なるほど、はい、実際韓国1日で楽しめました？正直ちょっと時間は足りなかったなってはありますけど。、はい、ちなみに何されたんですか、韓国？あ、ローカルマーケットがあって、はい、そこで自由に買い物したりですとか、うんうんうん、あとは免税店があって、はいはいはい、そこでショッピングとかしたり、はいはい、そんな感じですかね。すごいですね、はい、まあ、結論はあれですよね、はい、初めて海外行って、はい、まあ、しかもちょっとフェリーっていう面白い体験だと思うんですけど、はい、まあ、自分にとって良かったか悪かったかというと、良かった経験っていうこと、良、ね、はい、かったと思いますね。なるほど、はい、そこから自分と海外っていうところがちょっと身近に感じた部分になるんですかね。そうですね、なんか今まで怖かったと思ってて行ってみたら、はい、あれ結構楽しいじゃんっていうか。なるほど、はい、そういうことだったんですね、はい、ちょっとじゃあそこから民間企業に勤められると思うんですけど、はい、その時は国際協力とか海外に関わるようなお仕事だったんですか？では全くなかったですね。あ、そうなんですね、はい、どんなお仕事されてらっしゃったんですか？病院の事務職をやってたんですけども、うん、そうなんですね、はい、事務といってもその医療事務ではなくて、うん、総務課っていうところで、はいはい、病院の設備管理ですとか、うんうん、あとは職員の方の、ま、対応ですとか、はいはい、先生方、看護師さん方との調整役みたいな、はい、そういう仕事でしたね。じゃあもう全く海外とか国際協力っていうところにはいたあんまり関係ないようなところに。そうですね、就職されたってことですね。そうです、ありがとうございます、はい、ちょっとそこから JICA 海外協力隊につながっていくプロセスもちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はいはい、ちなみに JICA 海外協力隊ってそもそも知ってました？はい、電車の中吊り広告か。そうなんだ。中学校かで社会科の授業でなんか出てきた記憶が、はい、あ、そうなんですね、はい、なんだ、じゃあ、はい、あの電車のあの広告も結構意味あるんですね。そうですね、あると思います、はい、実際知ってたものの、はい、応募しようと思ったきっかけって何かあったんですか？応募しようと思ったきっかけはまず社会人を1年目終わったあたりから仕事に慣れてきて、はい、っていう状態になった時に、はい、この状態を5年10年ってやっていくのが、はい、ちょっと自分自身違うような気がしてて、会社ですから必ず上の人の言うことを聞かなきゃいけないですし、変化がないお仕事だったので、やっぱ面白くないっていう感じだったんですね。そうですね。なるほど、じゃそれをきっかけで違う仕事を調べてみるって、まあ、調べたこともありますね、うん、でその中で JICA 海外協力隊っていうのは、なんで出てこられたんですか？あ、それがですね、協力隊に行く前には海外旅行を2回ほどしてたんですよ。社会人になってからの海外旅行です、ね、なるほど、ちょっとじゃあそこの話聞きたいんですけど、はいはいはい、それってどこ行かれたんですか？はい、韓国以外ですよね。韓国ではなく、はい、タイとインドに。なるほど、何がきっかけでそちらに行かれたんですか？人生一度きりだなっていうのをなんか思い始めてですね、はい、なるほど、いろいろチャレンジしてみたいなというか、はい、やってみないとなんかもったいないなっていうか、そういう感じになったのがきっかけですかね。なるほどですね、はい、じゃあインドとタイにどれくらいいらっしゃったんですか？まずインドは2週間ぐらい。2週間ぐらいで、タイは確か1週間ぐらいだったと思うんですけど。そうですね、はい、でも実際その時はツアーとかでは行かなかったってことですか？それがどちらもツアーでしたね、うんうん、あ、そうなんですね。インドの時は日本の支援団体が企画する、はいはい、スタディツアーというのがありますよね。なるほど、じゃあ普通の旅行ツアーではなくて、はいはい、どちらかというとスタディツアーっていう形で、NPO とか NGO の一環として行かれてたって感じですね。そうです、なるほど、はい、そうだったんですね。タイの時はどうだったんですか？タイの時は旅行会社のツアーで一人旅プランっていうのがあったので、うんうん、それでそんなプランあるんですね、はい、来まして、そうなんですね、はい、じゃあ航空券と宿泊の場所だけ抑えるから、ね、中身はいろんなことがしていいと、まあ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、実際ちょっとインドとかタイとかに行かれてみて自分の人生観が変わったとか、自分の考え方が海外に向いたっていうところがあったりした
したんですか？そうですね、ありましたね、うん、具体的にどんなことだったんですかね、うん、まずあの貧しい環境で過ごしている人たちに触れる機会があったんですけども、うんうん、その方たちが結構笑顔で過ごしてたんですよ、うんうんはい、イメージとしてはそういう方たちってなんか暗いイメージを持ってたんですが、うん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 、実際全然違うかったんですよね、はいはい、そういうものがいろいろあります、はい、そういうことですよね、まあ、確かに CM とかテレビのメディアとかで見る内容って、はいはい、なんか貧しい子供が細くなっててみたいな、うん、すごく暗いイメージあるかもしれないですけど、ありますね、はい、実際はそんなこともないんじゃないかっていうところですよね。そうですね、もちろん環境自体は日本よりも良くはないかもしれないけども、その人自身っていう観点で見ると、はい、すごく笑顔があったりだとか、楽しそうにしてるっていうような感じだったんです。そうですね、うんはい、ありがとうございます、はい、で帰ってきて自分の中での働く視点が日本よりも海外の方に重きを置いたってことがきっかけで、JICA海外協力隊のことを調べられたって感じですかね。そうですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、今までは国際協力に興味を持ったきっかけっていうところも中澤さんにお話しいただいたんですけれども、次の動画からですね、はい、JICA海外協力隊で何をされていたのかっていうところを応募から含めてお話しいただこうかなというふうに考えております、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。